マリエッティとリエゾーのコヒマリゾーランド、ここだ。すごい猫の鳴き声。めっちゃ猫鳴いてる。猫鳴いてるね。猫鳴いてるね。8月にやりたいことは浴衣着る。絶対着る。絶対着るぞ。コヒーです。あ、私だ。8月にやりたいことは肝試しです。リエゾーです。うわ、好きだね。8月にやりたいことは、積み上げたゲームをなるべく少なくする味噌です。年中じゃん。年中だね。どうやっても減らないんだよ。どんどん増えてるのでは。どんどん増えてる今。ポケモンがどんどん増えてるね。アルセウスもやってないし。アルセウス良いよ。ね、ポケモン新作ってもう出たんだっけ？新作11月だよね。そう。11月出たら買うから私も一緒にやろう。やろう。やろう。で、今日は何するんだっけ？何するんだっけ？あ、お便り。お便りだ。ありがとうございます。ありがとう。昨日募集して今日すごい来たるからね。はーい。はい、いつまでも MT さんからお便りをいただきました。ありがとうございます。いつもありがとうございます。3人で焼肉屋に行きました。カルビ、タン、ホルモン、ハラミ、サガリ、ロース、野菜、その他。一番最初に頼んで食べるのは何ですか？あ、ビールは除外です。うん。ビールだな。一番最初は、なんかさ、焼肉屋ってあんま行かんくね？いや、そんなことないじゃん。ほひちゃんとさ、あのさ、それしか頼まない店にしか最近行ってない。そうそう、もうだそれだと思うんだよね。正解は。ハルバンの店とか。ああ、なるほど。上ロース塩の店とか。そうそうそう。タンの店とかね。そう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 。じゃあちょっと牛角入るか今から。あ、牛角入るの？牛角。牛角は脳内牛角に入るか。考えてなかったな。脳内牛角。完全に上ロース塩一択だと思ってたわ。キャベツとね、そうキャベツとね、ロースとね、これは北京の話、うん、横浜の方にある北京っていう焼肉屋の話。この前ね、味噌も行ったよね、一緒に。あ、そうなんだ。一緒に。いいな、私も行きたい。何度でも行きたい。いつもね、味噌白とかね、ピンクの服着てるんだけど、焼肉の時は黒の服着てた。あ、えらい。そう。汚れてもいい。そう。何か。私焼肉あんま行かないから。うんうん。そうなの？タンしか認識してないよ、部位。逆にタンだけ認識してるのはどうしてなんだ。美味しいから。美味しいから。タンなんだね。そう。タンとその他の肉って思ってるよ。その他の肉。なんだろう。でも、北京じゃなくても私ロースかな。私は、タンホルモン、ホルモン一番最初だよ。あ、一番最初に、一番最初か。でもホルモンって焼くの時間かかる。まあね、まあね、確かに。最初に頼んで焼いとく。でも一番食べるの、先に食べるんじゃないよね。じゃあ先はカルビ。カルビ、でもカルビは脂っぽいからな。そうなのよ。どうす、ハラミ、ハラミ好きなんだよな。わかる、ハラミも悩んだ。ねえ、ハラミかな。ハラミか。こんな感じでした。ハラミ。え、今度3人でまた北京行こうよ。行きたい。行こう。私あれ行きたい、亀戸ホルモン。あ、亀戸ホルモン。私も行きたい。ブリブリの、ブリブリのマルチョを焼いて食べる。うんうん。うんうん、行こう、3人で。じゃあ、3つ目。バナナまんじゅう8号さんからです。はい、ありがとうございます。コッヒーさん、アリエッティさんいない。リエゾーさん。はい。こんばんは。あと、こんばんは。いそ。
これは、こんばんは。味噌って言った。夏ですね。夏といえば、行きたいと言いつつも結局行けてなさそうなプール。今年の予定はありますか？他にも夏に遊ぶ予定や行ってみたい場所があれば聞いてみたいです。私は外が暑すぎるのでお家で寝たいと思います。だそうです。はい、寝たいけどね、お家で、ね。お家気持ちいいよね、うん。夏のさ、やっぱクーラーガンガンに効いた部屋でゴロゴロするのって最高の贅沢だよね。ねー。こたつでアイスみたいな感じだね。あ、そうそうそう。逆。逆そうだね。プール今年行きたいな、水着買う予定だから。あ、本当、そうなんだ。いいね。そう、プールの予定全然ないな。なんか 7,8 年前に買った水着が最後で、うん、いい加減買うぞって感じで。プールね、9月に行く予定があるんだよね。あ、そうなんだ、うん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 、そうそう、だからもう一回ぐらい夏のうちに行きたいな。うんうんうん。室内プールがいいな。ね。焼けたくね。そうね。あ、今んとこどこ行くとか決まってないんだ。9月のやつは、うん。お世話になってる。うん、お世話になってる。会社の保養所の。あー、そっか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 。そうだった。私が行けないやつね。そうそう。ボドゲ合宿があるからね。そっかそっか。そこにプールがついてるからそこにザブンするんだけど、うんうんうん、普通のプールにも行きたくて、うんうんうん、あれでもいい。なんか水着で入れる温泉。あ、いいね、いいね、最高じゃん。行きたい行きたい。8月はあれだよね、私とコヒちゃん福岡に行くよね。そうそう、みそみそが残念ながら予定が合わずでしたがね。そう、行きたかったけど行けなかったな。でも楽しんできて。飛行機行くもんじゃないからね。ね、そう、もう飛行機がバカ高い。そう、ちょうどね、お盆ぐらいだからね、アホなんだけどね。まあ、私は実家に帰らせていただきます。映像ね、GM で行くんだよね。あ、そう、マーダーミステリーの GM もついでにさせてもろて、福岡のお店で。もろて。すごい楽しみ、福岡の、あのマダミスの民たちに会えるのが。おー、いいね。うん。福岡のマダミスの民ってどういう生態してるんだろうね。変わんないと思うけど。店舗とかあんまりない。あ、まあそうだね、東京よりはもちろん少ないけど、うん、まあでもマダミスってそもそも家で遊ぶからね、家とかオンラインとかで、うんうんうん、店舗の、まあ分かんないやつやらないもん私。そうね、ひちゃんはあの疑心暗鬼になるのが苦手で。そう、アナウンスは人を疑ったり疑われたり推理したりするのがめちゃくちゃ嫌で。コヒちゃん賢いからさ、どうせやればできるんだけど、こう疑ったりするのが嫌なんだよね。そう、疑ったり疑われたりするのがストレスになるから、うん、もうやらないよって言ってる。うん、分からなくはない。うん、その選択も面白いなって思ってる、うん、なんかね、推理小説とかなんかドラマとかもネタバレ見てから読んだり見たりするタイプで、うん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 、だからこうハラハラドキドキするのも苦手。あー、そうだよね、そうだよね、うん、そうだから根本的に向いていないのでそう、まだね、やらなくてもね、うん、まあ遊んでくれる人は減ったけど、うん、でもコヒちゃんがさ、うん、前さ、あの日暮らしのマダミス、日暮らしの夏頃にとコラボしてるマダミスがあるんだけど、それは日暮らしだけならやってもいい、日暮らしが好きだからやりたいって言ってて、そう、どうにかしてやらせたいんだけど全然実現できないの。そう、まだやってないんだ。おかしい。日暮らしならやってもいいかなってぐらいで、別に積極的に人集めないため。そう、私が集めればいいよな。おかしい、私 GM できるんだよ。そっかそっか。そう、やるか、やろう。やるか、予定立ててください。すごいレアだからね、コヒちゃんがマダミスやってるところ、ほんともう多分一生見れないだろうなぐらいのレベルだからね。今までね、2回やった、うんうんうん、2回だっけ。2回、GM はね、何回かやったけど、うん、そうだね、プレイヤーしたのは2回。あー、2回 ?2回だね。ちなみにその2回って何やったの、うん、?1 個が最初浮上し山荘。あー、浮上し山荘、そっか、やったね。浮上し山荘で結構、なんか心臓ひっくり返るかと思って。
その後なんか雪山のやつなんだっけ、ホワイトレイブンかな、 SNE のやって、へー、なんか心臓がひっくり返って、その後部屋に帰ってめちゃくちゃ泣いた、うん、辛かったね、それは辛かったね。やらない方がいいかも。でも私の泣くレベルめちゃくちゃ低くて、ヒロアカをね、うんうん、見てたのよ、アニメをね、うんうん、それでこの後どうなるのってハラハラドキドキして泣いたことあるから、泣くハードルはすごい低いの。いいな。日暮らしやったらやっぱ泣いちゃうのでは。泣いちゃうかも。泣いちゃう。ちょっと見たいな。夏の話じゃなくなっちゃったね。本当だね。みそみそは夏何かやる予定あるの？夏やる予定は特にないかな。ゲームやろうと思ってるぐらい。人間をね。そう。通常運転だね。やっぱりそう、涼しい部屋でやっぱゲームしたいじゃん。ね、暑い時は。うん。外出たら死んじゃうから。味噌に龍が如く貸した。あ、そうなの。積み上げがまた増えたの。積まれてる。積まれてるよ。人に借りてるゲームで積まれるのめちゃくちゃドキドキするよね。そう、私今3人ぐらいから借りてるゲームあるから。そうなの。何借りてるの。あとは、FF の7。うんうんうん。その FF7 と、うんうん、あとなんだっけ、ペルソナ、うん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 、5、4、どっちだか忘れちゃった、5かな、うん、をね、借りて。結構時間かかるやつが多いね。いる、ね、なかなか重いゲームばっかり。面白いよってね、おすすめされて借りたんだけど、積まれちゃって。積まれちゃって積まれちゃって終わらない。誰も積んでるゲームいっぱいある。セールの時にさ、うん、面白そうとかおすすめって言われたやつを買って、まあそのままみたいな、うん、あるある。あ、なんかね、こう6本ある。うーん、6本で済んでるのいい方だよね、セールで買うやつね。そうかもね。映像あんまりそのゲーム買わないよね、デジタル。そう、デジタルゲームあんまり買わないから。そうなんだ。うん、ポケモン買おうとしてるの。レアだね。レアだね。ポケモンはね、ポケモンシリーズは割とやってる。この前ダイパイリメイクからやってるんだっけ。いや、その前からちょいちょい1個外して、うんうん、XY とかもやってたし、その後もなんだっけ、なんか最近のポケモンもう名前が覚えられないからさ。わかる。なんかすごい、うん、やってる。映像の推しポケ、推しポケ誰。いや、私はもうイニシエの人間なので、カメックスが好きです。ねえ、カメックス、うん、御三家はじゃあゼニガメってことか。そうそう、ゼニガメってこと。ゼニガメの時って不思議だねと人影か。人影、そうそうそう、うん、私不思議だねだったな。うん、私人影だった。あ、あ、揃った、すごい、みんな揃ったよ。いいじゃん。あと、ね、交換できるね。あ、ね、交換できるね。いつの。この前さ、みそがさ、なんか、うん、旅パを全員メスで揃えるために最初めちゃくちゃリセマラするって言ってて、へえ、する。え、しない。しない。私全然気にしたことない。だって絶対メスで揃えたいからさ、旅パ。へえ、うん、そうなんだね。なんかよくさ、性格とかでさ、なんかそのパラメーターの強い弱いがあるからリセマラする話は聞いたことあるけど、うん、性別ってなんか関係あるの。特にないかな。卵、うんうん、卵の時とか。まあそうだね、卵を産む、産む時、うんうんうん、なんか強さとか全然考えたことないや。そう、私も強さとか考えたことない。うん、なんかさ、後半でさ、強さ見えるようになるのめちゃくちゃ嫌でさ、うんうんうん、そこそこみたいなさ、出すなよ、私の最強の最強の子にケチつけんなと。めちゃくちゃ嫌。いや、わかるわかる。なんかもう愛着を持って、ね、こいつが好きなんだよっていうのがさ、でも思ってるのにさ、うんうん、あ、こいつそこそこなんだって。ねえ、ちょっと悲しくなっちゃうよね。関係ない、そこそこなところも愛しくなるじゃん。
オフにしてほしい、その機能つい見ちゃうからうんうん、うん、最初のオプション画面とかでさ設定できるようにしてほしい。確かにそれいいね、出す出さないみたいな、うん、いやもう性格だけでいいんだよね。性格もあんまり見たことないな。あ、なんかこいつこんなのろけた顔して慌てんぼうなんだとか、そういう。あ、なるほどね、ギャップを話せるよ。かわいいかも、うんうん、のんびりさんか、うんうん、お祭り行きたいかも。いいね、行きたい。祭りってどこでやってんの？わかんない。花火大会とかあるところの近く？まあ、お盆の時期は盆祭りとかやってんじゃないのかな。あ、やってるかな。うんうん、いいね。いちご飴が食べたい。あー、いいね。いちご飴食べたことない。りんご飴しかない。そう、いちご、りんご飴よりいちごの方が柔らかいから食べやすい、うんうん、なんかみんなで上野の飴横とか行きたいかも。上野の飴横でさ、こう、うん、食べ歩きしてさ、祭りか、夏じゃん、夏っぽいじゃん。夏っぽいのそれ。夏っぽくない？わかんない。わかんなかった。でもきっと食べれるし。違うか。祭りだっけ？祭り。祭り横はなんか毎日祭りみたいなものじゃないか。まあ、確かに。びっくりした。また話がそれたかと思った。いや、今アメ横で屋台が出るのかと思った。あ、そう、アメ横の屋台もさ、なんとなく、いちご飴ってなかったっけ？わかんない。あったかな。私1回ぐらいしか通ったことないかも。 1,2 回、うん、記憶にない。じゃあ、こひちゃんその 1,2 回は常に私と一緒だね。わかんない。行ったわ。こんな感じで大丈夫かな。はい、大丈夫ですか、はい、お便りありがとう。昨日の今日で送ってくれてありがとう。いや、本当に助かりました。昨日の今日なのに、このラジオの更新は明後日です。すごい。昨日の今日で撮ったからな。撮りはしたからな。じゃあ、この番組が面白かったら高評価とチャンネル登録。面白かったか。面白かったか。あ、じゃあ、なんかあれだ、夏祭り行きたいなって思ったら高評価とチャンネル登録を。ずるいやつだ。知ってる、なんかね、子供用のさチャンネルをさ、うん、チラッと見たらさ、うん、電車が好きな子はグッドボタンを押してねーとか言うの。みんな好きだよ、男の子はさ。電車好きやつしか言ってないじゃんなと思って。確かに確かに。じゃあ、私とりえちゃんとみさが好きな人はグッドボタンを押してね。はい、押しずれ。押せよ。え、押そうよ。押しずれ。はい、ん、終わり、おしまい。あとないもん。ないな。みんなまたね。あれ、映像だけ終わっちゃった。私もまったねー。いつも締めのセリフとかないの？え、終わっちゃった。まったねー。終わり。